レーザーディスク、レーザーディスク、レーザーディスク、LD は直径 30cm のディスクに両面で最大2時間の映像を記録できる光ディスク規格である。1972年、昭和47年9月にオランダのフィリップスが光学式ビデオディスク規格として VLP、ビデオロングプレイ方式、同年12月にアメリカ合衆国の MCA が ディスコビジョン、ディスコビジアン方式を発表。1974年、昭和49年9月に、両社の規格が統一され、フィリップス、MCA 方式として発表された。1978年、昭和53年12月に、アメリカで製品化され、フィリップスの子会社マグナボックスが、世界初となる家庭用、LD プレイヤー。 マグナビジョン VH-8000 を発売。パイオニアと MCA の合弁会社ユニバーサルパイオニア、アップックがアメリカ市場で1979年、昭和54年2月に業務用 LV プレイヤー、1980年、昭和55年6月に家庭用 LD プレイヤー VP-1000 を発売した。日本ではパイオニアが製品化し、1981年、 昭和56年10月に第1号機 LD-1000 の発売によって市販化された。レーザーディスクは、日本国内では、パイオニア、現、オンキヨアンドパイオニアの登録商標であり、同社以外のメーカーでは、企画名である、レーザービジョン、レーザービジアン、LV が用いられていた。1989年、 平成元年にパイオニアがレーザーディスクの商標を無償開放したことでたメーカーも使用できるようになったが、使用有無は各メーカーに委ねられた。日本市場では当初はパイオニアのみが LV、LD のプレイヤーを製造発売し、絵の出るレコードというキャッチコピーが使われていた。パナソニックをはじめ多くの電気メーカーはビデオデッキ市場で VHS 方式を広めた実績がある。日本ビクター、後の JVC ケンウッドが開発した VHD 陣営に属していたため、比較争いを繰り広げることになる。しかし、VHD の市販化が遅れたこと、水平解像度が240本程度だった VHD に対し、レーザーディスクは400本以上あること、ピックアップがレーザーによる 非接触式で再生によるリスクの摩耗がないなどのアドバンテージに加え、ソニー、日立製作所、日本コロンビア、ティアック、日本マランツ、VHD 陣営から倉替えした、パナソニック、山陽電機、ヤマハ、東芝、三菱電機、日本電機、ホームエレクトロニクスなどが LD プレイヤーの市販に参入したことによって、1985年以降、 光ディスクのシェアの過半数を LV が獲得し、VHD との企画争いに勝利した。VHD 陣営のメーカーも参加して開発した音楽 CD の量産技術が同じ光ディスク方式である LD の技術とコストの問題を解決させ、LD を勝利に導いたと言われる。初期の LV はメインとなった映画ソフトが7000円から1万円。 前後の価格設定で発売されていたが、1980年代終盤から、パイオニア LDC、後の NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンが中心になって、エバーグリーンシリーズ、ブロックバスター等と称して5000円を切る価格帯で、次々と人気ソフトを発売。やがて他社もこれに追随する価格帯の製品を増やした。 レーザービジョンプレイヤーについても1985年に10万円を切る価格で発売されたヤマハの LVX1 を皮切りにパイオニア、ソニー、松下電気産業、ケンウッドといった各社から6キュッパモデルと言われた6万9千円台の普及価格帯のプレイヤーや CD、LD コンパチプルプレイヤーが次々と登場し、LD は1990年代前半を 再生期としてユーザーを拡大、多くの映画、音楽、ドキュメンタリー、アニメ、スポーツ、その他各種のコンテンツが LD で発売された。マイクミキサーを搭載した、レーザーディスクカラオケプレイヤーや LD プレイヤー一体型ミニコンポ、プライベートも登場した。1992年、平成4年頃からは、それまでの映画ソフトで主流だった画面のトリミングをやめ、できるだけ、 劇場公開時の画面サイズに忠実なワイドスクリーンサイズの画面で映画ソフトを次々に発して映画マニアを中心にユーザー層を厚くしていった。映画 LD の中には1本の映画をワイドスクリーンとテレビサイズの2パターンの商品で発売するなどマニアックなラインナップがなされたものも多い。これらの中には DVD ビデオで発売されているソフトでは見ることが できない画面サイズのものもあった。一方で、同じ映画のソフトが何種類も発売されていることから、当時の一般的ユーザーを混さする副作用も生じた。またテレビドラマやアニメーションなどのシリーズ作品を複数枚の LD に全話収録して一括販売する l d ボックスというボックスセット形態の商品も数多く発売され、 コアなファンやマニアを取り込んでユーザー層を拡大させていった。一方、LD のデジタル音声領域に CD-ROM と同様のデジタルデータを記録した LD-ROM が登場し、家庭用としてレーザーアクティブとして投入。業務用としてはレーザーバーコードシステムと連携した LDV540 等が投入され産業用、教育用等で利用されていた。 1980年代にパイオニアが自社パソコンとして発売していた MSX 機器、ポールコム、X、X-7 等との連携で LD ゲームをプレイすることができたが、これは LD のデジタル音声規格が策定される以前から存在していたもので LD ロム規格とは異なる。後にパイオニアはマッキントッシモカン機、MPC シリーズを販売し対応した。 LD プレイヤー CLDPC10 を発表したが、LD ロムとの連携はほとんど重視されなかった。家庭用 LD ソフトは販売専用という戦略を取り、末期の一時期を除いて、レンタルは全面禁止のため、市長にはソフトの購入が必然であった。ソフトの発売手と量が増える一方で、生産ラインの少なさが次第に影響し始めた。 1994年から1995年頃には一部の人気商品を除いてほとんどの商品が初回ラインのみの生産で終了するようになり発売と同時に販売元品切れとなるソフトが続出新婦として発売された月に廃盤で入荷不可という奇妙な商品も相次いで出現した需要に供給が全く追いつかない状態となる一方で それまでは高額だったビデオテープソフトの低価格化と安定供給が進み、ユーザーの LD 離れが始まった。なお、アニメ LD ソフトでは1980年代後半の時点で、ここで述べられたような供給体制の不備が一部のビデオ雑誌で指摘されていた。レーザーカラオケと一緒に蘇生乱造され、画質マニアの LD 離れも衰退の要因となった。 やがて1996年、平成8年に CD と同じ 12cm サイズの DVD、ビデオ企画、DVD ビデオが登場。最初期のソフトラインナップは LD と同じくディスクメディアのポテンシャルを引き出すための高品なオーケストラコンサートや BGV 代表的なブロックバスター作品というバリエーションであり、出足が鈍かった。 しかし1997年にはパイオニア LDC やバンダイビジュアルなどが OVA の DVD を L と合わせて発売するようになり1998年より洋画作品を LD で数多く発売していたパイオニア LDC2000 年頃までタッチストーンピクチャーズ系中心やソニーピクチャーズ当初よりコロムビア映画のほか、ビデオソフトで CIC ビクタービデオが 販売元だったユニバーサル映画作品の DVD ソフト販売元にもなっているワーナーホームビデオといったヨーガメジャー系のコンテンツを心に比較的廉価な価格帯で充実したソフトを発売するようになった。例えばブロックバスター作品の場合、LD ソフトでは1作品5000円から8 0 0円程度の価格帯が主流だったのに対し、 DVD ソフトは当初でも3900円6000円程度だった。こうして DVD と比べると大型で耐久性も劣る。エルリーはその地位を急速に奪われていく。1999年、平成11年頃からは、バイオや iMac などで DVD ロムドライブが搭載される家庭用パソコンが2000年、平成12年3月には、 当時の DVD プレイヤーよりも安価で DVD、ビデオが視聴できるには用ゲーム機、PlayStation 2が発売され、DVD ビデオの再生環境は爆発的な普及を遂げることになる。DVD ビデオはレンタルビデオが容認されていたこと、これはコピーガードを標準規格とて採用できたことが大きい、が追い風となり、ソフト市場やレンタルビデオ店も加速度的に膨張した。 これによって大部分の映像ソフトレコード会社が LD の制作、発売を終了し、LD は最後まで映像メディアの主役となることはなかった。LD から DVDA の過渡期である1996年から2000年、平成12年にかけて、同一タイトルを LD と DVD で併売するスタイルがパイオニア LDC や、 バンダイビジュアルが発売元の用がブロックバスター品と OVA を中心に見られた。過去に発売された LD ソフトの映像を視聴するだけの危機器になりつつあった2002年、平成14年、パイオニアが LD プレイヤー事業から撤退する報道があった。ものの消費者からの要望があったために細々と生産、販売を継続する方針を取った。また、 DVD が発売された時点で、カラオケボックスではすでに通信カラオケが台頭していたものの、当時は技術仕様の問題から音質が貧弱だった。その一方で、レーザーディスクカラオケは、スタジオ収録や楽曲のオリジナル音源とプロモーションビデオなどのアーティスト本人出演映像を収録できる点から、演歌、歌謡曲をはじめとする定番曲を繰り返し再生する用途では一定の 評価を得られており、ランニングコストから通信カラオケ機器導入に消極的な一部のパブ、居酒屋、カラオケスナック取った飲食店や、壮年者を中心としたカラオケファン、歌謡曲愛好家が自宅で楽しむなど根強い需要が2000年代に入っても残っていた。しかし新曲対応の二さ差が最大の弱点であることは変わらず、2004年、平成16年に登場した。 BB サイバーダムが過去に自社第一交渉や当時のコロンビアミュージックエンターテインメント後の本コロンビアなどが制作したレーザーディスクカラオケの映像や音源をストリーミング配信する機能を盛り込みクオリティ面での不利が払拭されたためこの領域の衰退に拍車をかけたそれでも2007年平成19年3月までは個人向けに 20cm のカラオケソフトが 細々と発売され続けた。2007年、平成19年3月、市場衰退により、世界唯一のディスクプレスメーカーとなった、メモリーテックが製造ラインを廃止。これにより、レーザーディスクの歴史は幕を下ろした。最後まで制作を続けたのは、定築の家庭向け市販からオケソフト、20センチメートル、LD シングル、オトタステーションシリーズであり、2007年、 平成19年3月発売の三角忠の楽曲が収録された企画号 22DK-1018 まで毎月4タイトル以上の新譜ソフトの発売を続けた。2006年平成18年12月に発売した演歌歌手川中美ゆの金沢の雨などが収録された企画番号 22DK-995 がラストプレスとなり、 製造ライン終了に伴う式典を行った。ソニー、松下電機産業などは、LD プレイヤーを1999年度、平成11年度までに販売終了、撤退し、DVD へ軸足を完全に移した。それ以後、パイオニアだけが、以下の機種を LD プレイヤー最終機種とて発売していた。これらは発売後モデルチェンジをすることなく、10年以上に、 渡り細々と生産、販売を続けていた。しかし2009年、平成21年1月14日、上記4機種について、合計約3000台をもって、生産を終了すと発表を行い、2009年度、平成21年度限りでの販売終了が、決定された。その後、DVL-919 の注文が、生産予定台数に達したものの、一部の消費者の、 注文が複数の販売店に重複したことによる若干数のキャンセルが発生した。このキャンセル分を2009年平成21年9月25日までの間、パイオニアインターネット直販サイト、パイオニアオンラインショップにて販売され完売した。これらの機種は2009年、 平成21年の生産終了後、最低8年間は修理に必要な補修部品を保有するほか、過去の機種でも補修部品に在庫があれば、修理に応じる体制を合わせて発表している。なお、LD プレイヤーの最終機種としては、DVL-919 よりも後の1998年、 平成10年12月に発売された DVD コンパチブルのプレステージモデル DVLHQ が存在する。発売当時の LD プレイヤー DVD プレイヤーのリファレンスプレステージモデルに搭載された映像回路を両方搭載の上、最新機能も盛り込ませた税を尽くした高価格機種であり、2002年平成14年6月に生産終了、2003年平成15年頃に カタログ掲載から消えている。日本電子機械工業会により EIAJCP-3300 に高額反射式再生専用ビデオディスクシステム、レーザービジョン 60Hz、5 2 5五ライン m NTSC として規格が定められていたが、1999年1月以降は国際電気標準会議によって国際規格に定められた。 IEC6857ED 1.0プレリコーデドオプティカルリフレクティブビデオディスクシステムレーザービジョン 60Hz 5 2 5ラインズ M NTSC 録画済み光反射ビデオディスク装置レーザービジョン 60Hz 5 2 5五ライン M NTSC が使用されている LD フォーマットのディスクはポリメチルメタクリレートアクリル樹脂の記録面に アルミ乗着を施したもので、アクリル樹脂は、吸湿により反りが発生するため、片面記録であっても、両面貼り合わせディスクが基本である。直径 30cm と 20cm のものがあるが、20cm ディスクには、CD と同じポリカーボネートを使用した貼り合わせなしの薄型も存在する。これは、LD シングルと呼ばれ、非対応のプレイヤーでは、厚さを調整するスペーサー。 LD シングルアダプターを重ねて使用する必要がある。なお通常のディスクは盤面は銀色で、末期に登場したレンタル専用商品は金色にして区別している。CD と同様、信号の記録は非常に細かい楕円形のくぼみ、ピットで行われている。ピット幅は0.4メートル、深さは0.1メートル、ピットの列をトラックと呼び、 トラックピッチは1.67メートルである。このピットがディスク表面に内側から外側に向かって螺旋状に並びダイレクト FM 変調した NTSC 信号をスライスした区形波に従って記録されている。このピット数は CLV 片面ディスクで300億個に達する。両面記録ディスクでは A 面、B 面と呼ぶ。レコードと違ってピックアップは ディスクの下にあるため実際に再生されるのは理面の記録内容でレーベルに記載されている面と実際に信号が記録される面は逆である。なお反対側の面を再生するにはレコードのようにプレイヤーから取り出してひっくり返す必要があるが後にディスクを取り出さずに連続再生できるピックアップが U 字型に移動する両面再生プレイヤーも発売された。初搭載したのは 海外市場でセット及びテッド、日本国内では、VHD 陣営に属しビデオディスクにおいては、多くのノウハウを持つ三葉電が1987年に、レーザーディスク陣営参入第一弾として、満を持たして発表した SL、SLV-J1、AV 対応モデルと SLV-J2、カラオケ対応モデルだった。映像は、アナログ、ダイレクト FM 方式を採用し、記録は、 レーザー光を使って読み出す。当初はピックアップに波長632.8ナノメートルの赤色ガスレーザー、ヘリウムネオンレーザーを採用しており、LD-7000 から波長780ナノメートルの赤外線半導体レーザーを採用した。映像は NTSC のビデオ帯域が 4.2MHz のため、 1MHz あたり80本の計算で水平解像度336本となる。下部方式では内周部336本から始まり外周部440本になり平均して水平解像度400本以上と言われる。CLV 方式では常時330本前後になる。直径3 0トルのディスクでは下部方式回転数 1800rpm の 標準ディスクで片面30分 CLV 方式回転数1800から 600rpm の長時間ディスクで片面1時間の映像を記録できる。トラックは螺旋状に記録されており、下部方式の場合 NTSC の1フレーム130秒の情報が螺旋の一周に記録されている30回転秒イコール 1800rpm。 一時停止は一周を繰り返し再生。コマ送りは順次前後の一周に移動。変速再生はトラックの読み出し間隔を変更という仕組みになっている。また、下部方式ではすべての画面、フレームに番号が振られており、フレームナンバー、このフレームナンバーで希望のシーンを探すフレームサーチが使用できた。一方、CLV 方式では一定の線速度で、 記録されているため、トラックとフレームの間に物理的な関連はなく、静脈サーチ以外の特殊再生はできなかった。このため、1980年代後半に、プレイヤーにデジタルメモリーを搭載して、CLV 方式での特殊再生を実現した。デジタルメモリー初搭載のプレイヤーは1986年、昭和61年発売の LDS1 である。 LD フォーマットは NTSC のすべての帯域をそのまま記録していると表現されることもあり映像信号についてはアナログ方式なので DVD ビデオのような圧縮が一切ないのが特徴であるこの点から DVD の MPEG-2 による圧縮ノイズを嫌い LD の画質を好む人もいる特にコマ送り静約サーチなどの特殊再生では LD が優れている 音質についてはデジタル記録であれば圧縮がない LD の方が完全に優位に立っている。ミューズ企画でハイビジョン映像を記録した拡張企画ハイビジョン LD もありハイビジョン LD 対応プレイヤーで再生できる。この他映像、音声以外のサブコード領域に映画のセリフや英語字幕や歌の歌詞などの情報を記録した LD グラフィックス。 LDG も存在する。音声は開発当初はアナログ、FM のみだった。1984年、昭和59年に世界初の CD、LD コンパ l ブルプレイヤー CLD-9000 を市場に投入するに合わせ、デジタル、44.1kHz、16ビットリニア PCM、音声の記録が未使用帯域に追加された。 1987年、昭和62年に CD ビデオ、CDV が新規に市場投入するのに合わせて、CDDA と同様の TOC 情報が合わせて、記録されたデジタル音声付けレーザーディスクが一般的となった。レーザービジアンマーク、CD ビデオマーク、デジタルスウンドマークの3つが、ジャケットやディスクに併記されている。 当初はこのタイプのディスクを CD ビデオ LD と呼んでいたが元となる CDV 規格が思ったように普及しなかったことから1989年平成元年頃からはレーザーディスクマークとデジタルオーディオマークの併記されたものが TOC 付き LD と認識され主流となった映画ソフトの外装にドルビーサラウンドの記載がされるようになると アナログ音声トラックやデジタル音声トラックにもドルビーサラウンドの信号もそのまま記録されたのでそれに適合する AV センター、AV アンプを用いてドルビーサラウンドやドルビープロロジック等のサラウンド音声が再生できるようになったが1994年、平成6年には映画館で採用されしていたドルビーデジタルが1997年、平成9年には DTS といったデジタルサラウンドが導入されたほか、ハイビジョンで制作されたマスターテープを用いたり、ワイド画面でワイドスクリーン作品をより高解像度で鑑賞できるように画面の横幅を3、4に圧縮したスクイーズ方式も一部ソフトで採用された。音質、画質は大きく向上し、これらの技術は DVD にも引き継がれている。特にドルビーデジタルは、 初期 DVD ソフトの音質が LD 収録のものより劣ると言われていたためビットレートを LD の3 8 4ロ b p s から DVD は最大4 4 8ロ b p s まで引き上げることで LD を上回る音質を達しているドルビーデジタル対 OLD はデジタル音声領域に PCM 方式ドルビーサラウンドアナログ音声の RCH にドルビーデジタル 5.1CH サラウンド LCH に FM 方式モノラルで音声が収録されているたドルビーデジタル音声で再生するにはドルビーデジタル AC-3RF 出力のついている LD プレイヤーとアナログ音声トラックの RCH に高周波変調して記録されているドルビーデジタル AC3RF 信号を元のドルビーデジタル音声信号に変換できる RF でモジュレーター搭載 AV センター、AV アンプが必要である。RF でモジュレーター非搭載 AV センターで再生する場合では、デフォルトで PCM デジタル音声トラックのドルビープロロジックか、ドルビープロロジック E によるサラウンド音声、または選択によるアナログ音声トラックの LCA1、モノラルでの再生になる。サラウンドプロセッサー非搭載アンプのみで再生する。 場合では、デフォルトで PCM デジタル音声トラック 2CH ステレオ、または選択によるアナログ音声トラック LCH、モノラルでの再生にな。再生に際して注意を要することはアナログ音声トラック RCH に記録されている信号は適切にデコードされないと雑音として発せられるということである。このドルビーデジタル、 AC-3RF デモジュレーターは一部の高級 AV センターまたはサラウンドプロセッサーにしか内蔵されておらず最近の AV センターにはデコーダーしか内蔵されていない場合が多いのはもはやドルビーデジタル AC-3 音声信号をつける D よりも DVD、BD の再生に主眼が置かれているからであるまた単体での RF デモジュレーターはいくつかのメーカーで 生産されていが、最後期の LD プレイヤーの生産終了を待つ。ことなくいち早く生産終了しているため、中古品ショップ、または、オークション以外での入手は極めて困難である。なお、日本生産版では滅多に見かけることのない、DTS 対 OLD は、デジタル音声領域に、DTS 音声信号が収録されているため、光出力端子、S。 プディフのあるモデルと DTS 音声を再生できる AV センターだは、プロセッサー、デコーダーがあれば一部の機種を除いて再生可能であるが、未対応 AV センターでは DTS 音声信号はノイズとしてしか再生されず、アナログサラウンド音声かアナログステレオ音のみでの再生を選択することになる。LD フォーマットが市場へ投入された当初は、 半永久的に劣化しないという表現を使っていたが、1980年代中頃から、この表現は中止された。レーザーディスクに使用されたアクリル樹脂は吸湿性が高く、空気中の水蒸気を吸着することにより、アルミ記録面が劣化し、ノイズが発生した。原因は、当時、まだアルミ乗着技術が確立しておらず、製造時に、 ミクロ単位の異物が混入したことによるものだった。一部のメーカーは、良品との交換対応を余儀なくされ、劣化対策は当時メーカーにとって、急務だった。その後、アルミ乗着技術の確立、精度向上とともにこの事象が、ほぼ解決されたのは1992年、平成4年頃であり、それ以前に製造された、レーザーディスクには、 ホワイトスノースノーノイズなどと呼ばれるノイズが乗っているものが多い。なお、酸化保護膜付加、防錆加工、接着剤の材質改善といった改良が加えられた経年劣化対策済みのディスクでも、ごくわずかながらも劣化は進行する。一般家庭の保存環境下では、LD シングルを除く、一般的な LD の平均寿命は30から50年程度とされ、 材質にポリカーボネートを使用し、平均寿命が30から100年程度とされる LD シングルおよび CD、DVD、BD に比べ短い。このような経緯から、後に開発された DVD 規格などでは、半永久的に劣化しないという表現は消えている。レーザーディスクの生産を終了してから長期間経過しているが、劣化したディスクは盤面を見ても判断がつかず、 実際に映像を視聴してみるまでノイズの有無はわからない。1987年、昭和62年に S 端子が発表された後、それ以降に発売された LD プレイヤーでは、多くの場合、RCA 端子、コンポジット出力に加えて S 端子出力も備わっている。しかし必ずしも S 端子で接続した方が画質が良いとは限らない。 VHS や8ミリビデオなど、輝度、Y 信号と色 C 信号が分離記録されている場合は、S 端子で接続した方が Y、C 混合、Y、C 分離が発生しないため画質が向上する。しかし LD の場合はもともとコンポジット信号で記録されているので Y、C 分離は避けられない。プレイヤーとテレビモニターをコンポジットで接続すれば、モニターで Y、 c 分離することになり、s 端子で接続すれば、プレイヤーで y、c 分離することになるため、モニタの y、c 分離性能の方が良い場合は、コンポジットで接続する方が画質が向上する。中低価格帯で、s 端子を持つプレイヤーでは、ディスクから読み取ったコンポジット信号がそのまま出力されているわけではなく、プレイヤー内部で y、c 分離したものを、 S, S 端子に出力する一方で、幸い、C 混合したものをコンポジット出力しているものが多い。これはコストダウンが理由である。このようなプレイヤーでは S 端子で接続した方が良い。高級機種ではこのようなことをしていないという意味でダイレクトコンポジット出力などと謳っているものもある。しかし、高級機器である以上、Y、C 分離の性能には優れているため、 矛盾した機能でもある。また、歴代の LD プレイヤーで最高級機とされる LDX1 は Y、C 分離した信号をデジタル処理して高画質化を図っているためダイレクトコンポジット出力ができない。なお DVD コンパチブル機の一部はコンポーネント端子を備えるが、同端子からの LD の画像は白黒になってしまうため、この方法での正常な再生はできない。 従来の VTR とは異なり、ランダムアクセスを可能とした LD は、ゲーム用途にも活用された。1991年9月に、産業電機、ソニー、東芝、パイオニア、松下電機産業の5社が、ミューズ方式を採用したハイビジョン LD の仕様を発表。映像信号帯域 8.1MHz にアナログ帯域圧縮したミューズ信号を記録し、 レーザー波長イコール670十七メートル、内コール0.55のピックアップを用いて読み出す。これにより、直径30センチメートルのディスク片面で60分、両面120分の長時間再生可能なフォーマットを確立した。EIAJCP-3303、高額反射式再生専用ビデオディスクシステム、ハイビジョン LD60Hz。 1 1 2 5五ラインミューズとして規格が定められていたが、2004年9月に廃止されている。ディスクの特性は、LV フォーマットとして制定された EIAJCP-3300 に、高学反射式再生専用ビデオディスクシステム、レーザービジョン 60Hz、5 2 5五ライン M、NTSC に準拠しているが、ミューズ方式に合わせて一部変更が加えられている。 カブディスクの角速度は1映像フレーム期間で1回転 CLV ディスクの線速度は秒速13.8メートル秒速15.2メートルトラックピッチは1.1プラスマイナス 0.1M と LV フォーマットより狭くなっておりミューズ信号時間軸基準パイロット信号 EFM 音声信号オプションが周波数分割多重記録 FDM 記録されている 音声は、ミューズ信号の垂直ブランキング期間に多重されている、ミューズ音声信号の他に、CD 規格に準拠した EFM 音声信号を追加多重することが可能となっている。これらの信号は、LV フォーマットよりも短波長の670ナノメートル赤色レーザーで読み取られ、NTSC、ミューズ FM アナログ信号に復調後、A、D 変換されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。